逆サルカニ合戦。昔々モンキーと群衆が住んでいました。ある日、モンキーはココナッツの種を選びました。群衆はモーゼのために働き始めました。サルはムスビを欲しがり、詐欺師に匂いを与えます。カニさん、チップを差し上げますので、このムスビをください。まあ、そうします。群衆は喜んで家に帰り、すぐにクルミの種をまきました。杉の種に水が降り注ぐと、群衆は歌いました。即時成長柿の種、即時成長柿の種、コインを拾います。その後、頭の角がどんどん大きくなっていきました。群衆は再び歌った。これはココナッツとジャグの木です、これはココナッツとジャグの木です。少しひねりを加えてカットします。今回はクルミの木にたくさんの柿が生えました。まあ、これで犬を食べることができます。群衆は犬の実を手に入れようとしましたが、群衆は木に登ることができませんでした。私は何をすべきか。私が困った時、猿が来て言った。まあ、80年代は終わったの？チェッフ、私があなたのためにやります。猿がスルスルと一緒に木に登った時、彼は赤い柿の実を食べ始めました。美味しくて甘くてスパイシー、好きなだけ食べられます。猿さんはそう言ったのですが、パンツをたくさん食べていました。あなたは狂ったトカゲです、私に犬をください。うるさい、革新的なお父さん、群衆に口ひげを与えるのは意味がありません。これも食べてください。ノーと言ったら、まだ光っていない釘と乾いたグラスを持ってクリームと一緒に投げました。私はあなたを愛しています、私はあなたを愛しています。欺瞞的猿は狂っている。その結果、群衆は重傷を負いました。なんなんだよこれね、私頑張ってるね、日本人おかしいね。リー氏は不平を言って眠りに落ちました。その後、ウス氏、カレーさん、ハチさんが訪れてきました。群衆はモンキーがしたことをみんなに話しました。彼は悪い犬なのでやってみましょう。はい、みんなカニさんと戦おう。ウスシ、カレーさん、ハチさんが自分自身の言葉で言った。誰もが修道院に行き、密かに猿が帰ってくるのを待ちました。秘密。地震の最中に猿が写真を撮ろうとすると、ねぐらに隠された色分けリスが爆発し、僧侶は彼の前にひざまずきました。あちこちで
モンキーはすぐに水売り場に行きました。次にハチさんは身を投げ出し、後ろでモンキーを殴った。私は殴られました。我慢できません。外に行くと大きな車が屋根から落ちました。ベイ、あなたはなんて悪い猿です、カニさんゴールド。私を憐れんでください。私を憐れんでください。私は刑務所に行くつもりです。モンキー氏はカニ氏に謝罪した。その後、群衆王子、モンキー王子、ウス王子、カレー王子、ハチ王子が一緒に暮らしていました。株式会社オッシー。